うございます。あなたは通算1万人目のミーティングお客様です。1万回もやってませんけど、今日764回目だよ。あとミーティングお客様って何？お考えしきない？おめでたいタイミングでお越しいただいたお客様には特典として、いつでも好きな時に好きなだけミーティングができるミーティングし放題の権利を差し上げます。何やってるんで、いらないです。テクシスの夜空の下でミーティング。こんばんは、テクシスの豊友です。あー、ミク遅いな。ミクトイレ行ってる。ついにミクがトイレ行きました。ピクミの収録中に、今まで散々私が行ってる間に、あ、ミクトイレ遅い。トイレ行けないの？あ、ミクトイレ遅いな。何？ミクがトイレ行ってるからもう撮り始めたの。え、嘘、なんかトイレ行きたいんだけど。みなさん、初めてミクがトイレ行きました。トイレ今日初めてトイレ行った。トイレじゃないんだけど。トイレじゃない時も撮んの？ミクとトイレ。え、トイレじゃないんだけど、優しい麦茶買ってたのに。もう仕返ししたから。嘘でしょ？ミクがいつも私がそうやってどっか出るとすぐ撮るから、うん、今日撮ったから。ミクがトイレ行ってる間に。え、いいよ。萌えの日だから萌えの日だもんね、うん、最悪私が喋れれば成立するもんね。なんでそんなこと言うの、聞きなよ。そのん、耳の方じゃなくてハートに聞きなよ。ハートにってどういうこと？この何を言ってるの？勝手に取ることに対して聞きなよ、うん、いやいやいや、全然全然。だって私はトイレじゃなかったから、実際にだからトイレ声優の萌えさんと違うのよ。名誉名誉トイレ声優名誉トイレ声優違う違うの。そう、私はお茶買ってきただけで。なんだよ、だって萌えの日でしょ、どうせ。そうだよ、私はもう喋りたいことは全部先週喋りましたし。全然聞かないじゃん、勝手に取ってもダメージゼロなんだけど。だって私トイレじゃないもん。名誉が守られてるから。全然ダメージないんだけど。女性声優として守られてるから、まだ守られてないみたいな思われるじゃん。声優として犯罪送られてくるし。やめろよ、絶対送ってくんな、犯罪の内容は。やめてくれ。イメージどうなっちゃってんだよ。萌えの日やるよ。はい、萌えの日。萌えの日。何ですか？なんかいいんだけど、なんか尺だな。なんでしょうか。いいんだけど尺なの。ただ萌さんの時間が減っただけだ。減っただけだ。え、でも最近ね、またスパ行ってきた。スピ？じゃあスピもね。スピも。え、ね、もう頭がやばい。ね、私ね。そう、スピ行ってきた。印象操作です。はい、今あなたたちがやってることは軽犯罪です。印象操作の軽犯罪です、あなたたちは今。スピ行ってきたんだかと思ってびっくりした。スパね、スパです。あ、スピも行ってくるけどよ。スピも行くな。スピのない印象操作、またディレクター込みで印象操作して軽犯罪だから。みんなそんな、これスーパーの方ね。スーパーの方、スーパーね。またなんかスアナを教えてくれたお友達とですか。あ、また別のお友達なんですけど、で3人で行ってきて、うん、でそれこそさ、なんか、あ、なんだろう、そういう施設、一日中いられるみたいな、別にサウナメインとかじゃなくて、スーパー銭湯か、うんうん、そうそうそう、そういうやつね。で、なんか久しぶりに言うても行くからさ、うんうん、なんか勝手とかも忘れててさ、うん、でロッカーにさ、こう鍵、うん、あるじゃん。そのロッカーの鍵をロッカーに入れてインロックしちゃったの、うん、で閉めちゃって、でまだ私はラじゃなかったのよ。あ、よかったよかった。でラじゃなかったんだけど、それがでしちゃったから、インロックしちゃったから受付のとこ行って、すいません、今鍵入れたまま閉めちゃったんです、って言ったら、じゃあ名前書いて、その個人情報を書いたプラス中に何が入ってるか特徴も書いてくださいみたいな。なんか違う人がさ、これって言ったらさ、危ないからね、開けられちゃうのも危ないから、ちゃんとなんか情報を書いて、うん、でこういうカバンとこういう上着が入ってますみたいな、うん、書いて
じゃあ、そこ行きましょうみたいに言ったら、なんかちょうど研修生がいて、うん、その受付にね。うん、で、だから、そのメインのスタッフさんと、プラス研修生の人、2人、うん、だから3人ついてきたの。うんうん、私含めて4人ね。で、その友達は待っててくれてて、うん、で、行ったら、その友達はどっちもラだったわけ。だからなんか、まさか3人も引き連れてくると思わなかったから、友達、そうそう、ラで割った状態の友達が、なんか、ドラクエ状態。吹き出しちゃって、ちょっと待って、みたいな。待って、今、うちら、ラなんだけど、めちゃめちゃラで、そんな何人も連れてくるなんて聞いてないよ、みたいな。ちょっとなんか、隠したよ、みたいな。さすがもう一人かスタッフさん一人ぐらいかなって思ったのに、めちゃめちゃ引き連れてくるから、うん、すごい恥ずかしい思いしたんだけどって言われて、うん、まあそりゃそうだよなってので、もうそこで大爆笑して、うん、そのなんか、わかる？ラの面白さってわかる？そうなんだろう。言葉のこのさ、まあね、自分も開放的になっているしね。そうそうそう、トークだけじゃ伝わらない、その映像を想像して、ラ、うん、で待ってるさ、友達二人の時にさ、スタッフさんに引き連れてさ、来るんだよ。めちゃめちゃおもろいんだよ、これが。ちょっと。やだなぁ。映像で伝えられないから、なんだけど。当たり前だよ。そうなんだけど。捕まる。そう、だからもう、しょっぱなからやらかしたわけ、私は。うん、毎回何かしらはやらかすけどさ、うん、そう、インロックやっちゃったせいで、まあそういうことになり。でもなんか岩盤浴、楽しいね。へえ、岩盤浴って私、実はあまりよく知らないんだけど。やったことない？なんかほんとドラマで見るぐらい。なんか、ね、服着るんだよね。うん、あ、そう、服は着て。なんか、ジンベイみたいなのを着てる。あ、そうそうそう、ね。岩盤浴用のなんか、岩盤浴着をもらって、うん、なんか、石の上に寝るのね。うんうん。そう、あったかい。でも、私も言うて岩盤浴をちゃんとやったことがなかったの。うんうん、で、友達たちは、まあ、当たり前みたいな。岩盤浴よくやるよ、みたいな。うんうん、したらさ、だから、見よう見まね。知らないけどさ、うん、なんか、知ってるふりをずっとしてたの。岩盤浴。え、聞けばいいじゃん。なんか友達に。聞くタイミング。なんか、見えとかじゃなくて、うん、なんか、なくなった静かじゃん、岩盤浴とか、うん、あんま喋っちゃいけないかなって思ってさ、うん、てか、見よう見まねでやるとさ、なんかみんな石とかをさ、お腹の上とかさ、いろんなとこに置き始めるわけ。なんかそれにずっと、そう、じわじわしちゃって、私なんか、え、石の線がって。熱くないのかな。いや、でもそれがいいらしい、後から聞いたら。熱ってなるのがいいのか。だからなんかわかんないけど、なんかとりあえず私も見よう見まねでこうやって。自分の、そうそう、石積み上げ。何石を積み上げて。正解わかんないからさ、なんかもう一人でさ、この寝た状態でどれだけ高く石を積むか。多分やり方違うなぁ。やって一人で遊んで、でガチャガチャガチャンって、で友達が、何？みたいな。これって積み上げて遊んでたって言って、それでもなんか、すごい、わーってのはなってたんだけど、うん、なんか結局あれあったかい石だから、その、置くといいんだって、お腹とか温めたい場所に、より温めたいところに肩とかさ、そうそう、なんか下と上で温めてほぐすじゃないけどいいらしい。いろいろ知らないこと知れたその日は。いいな岩盤浴。いや、めちゃめちゃよかった。やってみたい。そう、サウナはねしなかったんだけどね、あれ一日疲れ取れるよ。確かにスーパーのいいとこだね。いろんなものができて、ご飯も美味しいし、仮眠スペースとかもあるし、いいね。スーパー銭湯にはまりそう。前も言ってたんだよ、あれ。はい、エンディングです。あ、エンディングですか。はい、はい、番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、各コーナーでのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@yukr.net、 pixis_rf@yukr.net、 pixis の通りは pixis です。でも友達にさ、どっか一緒に行くと必ず何かやらかすよねって言われる。あー、なんでだろうね。なんでだろう、うん、なんでなんだろうね。注意不足だね、うん、そういうもう性質だよね多分ね、うん、注意をしてみよう、うん、注意してもしてもそうなるんです、うん、でもか、うん、でも世の中にそういう人いると思う、私みたいな人。そうだね、気持ちわかる。頑張って生きていこう。勝手に勝手に気持ちわかるってされてる。はい、ここまでのお相手はピクシスのトヨタマエとピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。